まあ、まずは今日の一戦も、まあ、みんなで大事な一戦だって言ったので、それを、まあ、勝利もできたというのは本当に嬉しいです。まあ、このグラウンドでずっとやってるんですけど、打球が転がらないということで、ただ送るだけじゃなくて、出塁するっていう気持ちでバントしました。そうですね、なんとかしっかり役割を果たせてもらったらしいです。あれはもう、何ですかね、本能というか、やろうと思って出たプレーじゃないですけど、まあ、体がしっかり動いてくれたっていう感じです。そうですね、なんか長打打つとかそういうことじゃなくて、やっぱり相手をどんどんかき回したり、守備ではしっかりみんなに声をかけて、周りを見ながらプレーすることが自分の持ち味になっています。まあ、これからもまだまだ負けない試合が続くので、しっかり明日も勝って、最後のスーパーランナーになんとか進出を決めたいなと思います。